ハイライトシーンを振り返ります。湘南ベルマーレと FC 東京の一戦です。2連勝で臨んだベルマーレ、立ち上がりは非常に良かったんですよね。良かったんですよね、こういうサインプレーだったり、はい、これはその秋元の本当にファインセーブがありました。長谷川、アーリアジャスールのヘディングシュート。それから前半の17分です。これあの阿部はすでにオフサイドなんですが、はい、非常にいい攻めではありましたね。ありましたね、ワイドにボールを広げて、はい、ここもそうですよね。20分です。得点シーン、これは本当にうまくいきました。うまくいきましたね。田辺から川野、はい、川野がボール持った時にペナの中に FC 東京の選手3人入ってましたから、うん、選択肢って意味では申し分なかったですよね。はい、0-1 とリードした東京です。そして前半内にもう一つチャンスがあります。これ先ほどのゴールシーン、はい、田辺と川野が、ね、両サイドハーフ同士がすごく近い位置でプレーできていたので、はい、ずっと、まあ、そういう時間帯が多かった中でのゴールでしたから、うん、であと次のハイライトシーンですかね。なかなかものすごいいい流れからパスワークから、はい、この折り返しは徳永、はい、でここも3人入っててセカンドボール拾えるんですよ、はい、こういう時っていうのは必ず、この縦パスは米本です。そして徳永の折り返し、その後も小川が左サイドから上がっていってセンタリングで終わるっていうようなシーンで、はい、波状攻撃が見られましたから、これはなかなか止められないしね。53分です。はい、まあ、メンバーを入れ替えながら今度は攻めに転じたいベルマーレですが、その攻めに転じるというシーンがあまりにも少なすぎました。はい、前半はシュート0だったんですか。0ですからね。ようやくこういうフィニッシュチャンスが生まれます。山田、そして長谷川、あのゴール前のパスワークが非常に良くなったシーンでしたよね。そうですね、1時間帯一時ありましたからね、はい、そういうリズムでプレーできている時間帯が、うん、でこのワンタッチパスが効いたんです、はい、しかしながら合いませんでした。石川の食ったボール、山田がリターンを、狙いは良かったんですがうまくいきませんでした。でこれがハイライトシーンでは最後になります。 FC 東京78分です。まあまあ入れたボールに橋本、そして中に前田という、橋本がドリブルから抜き去ってのそのクロスボール、最後は前田のヘディングシュートでしたが決まりませんでした。